はい、どうもですこんにちは、えぜっこです。それでは今回なんですけども、イトーヨーカドでビザタッチ決済をすると500円還元、セゾンカード Google ペイ対応で10%キャッシュバックキャンペーンもということで、今回はキャンペーン情報を2つお伝えしていこうと思います。ビザタッチを普段利用されている方、そしてセゾンカードかつアンドロイドを普段利用されている方はですね、必見ですので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということで、まず最初のキャンペーンからですね、こちら、イトヨーカドー限定企画、対象の三井住友カードで、ビザのタッチ決済を使うと、漏れなく500円還元というキャンペーンとなっております。で、こちらのキャンペーンなんですけども、本日、2021年の1月15日からスタートしまして、2月の14日までのキャンペーンとなっております。まあ、ここ最近ね、結構タッチ決済に関するね、三井住友カード関連のキャンペーンが、ちょくちょく出るので嬉しいですよね。 で、このキャンペーンの詳細の方に入っていきましょう。まずキャンペーンの名称は、伊藤洋カードでビザのタッチ決済を使うと500円還元と。で、対象の期間は今お伝えした通りですね。で、対象のカードなんですけども、三井住友カードが発行するビザのタッチ決済が搭載されたクレジットカードとなってます。で、あとですね、ちょっと下にも出てるように、ビザのタッチ決済非搭載カード、方針カード、プリペイドカード、デビットカード、銀礼カードは対象外となってますんで、あくまでも三井住友カードが発,発行するビザの タッチ決済が搭載されているものとなっておりますまあ、三井住友カードの今下に出てる写真の右上のところですねこのなんちゃらマーク何でしたっけこれ <laughs> このマークがついてれば大丈夫ということですねちなみに僕の場合は三井住友カードであれば普通の三井住友ビザカードとそしてビザナインペイクレジットカードこれも三井住友カードが発行されているものとなっておりましてこのキャンペーンの対象のカードとなっております 一応今日のツイッターでもつぶやいたんですけども、V パスアプリから自身のカードが対象かどうかチェックすることができますので、そちらからもぜひ確認していただければと思います。ちなみに、これ、支払いするときに、あの、ビザのタッチ決済でお願いしますって言っても、多分、店員さんでわかる方であればサクッとできるときもあるんですが、なかなかこのビザのタッチ決済が、まあ、最近は浸透してきたところではあるんですけども、まあ、簡単な方法として、もうクレジットカード決済、まあ、もしくはもうクレジットカードでお願いしますって、 っいう風にお会計の時に伝えたら、もう普通に決済ができるかなと思いますんで、そこもちょっと工夫してみてもいいのかなと思います。で、次に退場の条件ですね。2つあります。まず1つ目は事前にエントリーが必要となります。 後ほどですね、僕も実践してみたいと思うんですけども、専用の URL からアクセスしてエントリーを行ったら、やっとここで参加することができます。もしこれができてなかったらね、せっかくのキャッシュバック受けることできませんので気をつけてください。で、続きましてこちら。全国の伊ーヨカド店舗でビザのタッチ決済を期間中累計税込2500円以上利用することが条件となります。で、その条件2つをクリアすることによって、漏れなく500円の還元を受けれるということですね。そしてなおかつ、条件を達成したカード1枚につき1回限りなので、 で、例えば僕の場合は、三井住友ビザカード、プラス、ビザなンペクレジットカード持ってるので、それぞれで参加することができるということですね。まあ、2500円以上を利用した上の500円還元なので、実質これで20%還元を切れるっていう結構お得ですよね。で、注意事項もしっかりとキャンペーンページに載っておりました。まず、イトーヨーカドの店内でビザのタッチ決済を利用できるのは対面レジだけとなります。 なので、コ書きにも出てるように、セルフレジおよびお会計セルフレジは対象外となりますので、ここは気をつけてください。あとは、専門店、ネット通販、ネットスーパーでのご利用は対象とはならないと。で、あと、ここはちょっと意外だったんですけども、1万円を超えるお支払いはビザの立ち消すとご利用いただけませんということですので、ここも気をつけてください。あと、中にはですね、一部対象外のカードもあるみたいなので、まあ、V パスアプリからですね、ご自身が対象かどうかもチェックしてみてください。で、早速ですね、エントリーを行ってみたいと思いますので、まず僕の場合は V パスの アプリリから開いててみまました一応専用のリンクは概要欄に貼っておきますで、この画面下に下がっていただくと、ここにですね、キャンペーンにエントリーするという項目がありますので、ここをタップします。そうすると、エントリーするカードの確認ということで、僕の場合は、ビザラインペイクレジットカードと、三井住友子ビザカード、この2つあるんですけども、今回は試しにビザラインペイクレジットカードで行います。で、選択したら、次へ進むをタップします。で、もろもろ入力をしていったら、これで、イトヨーカードでビザのタッチ決済を使うと、500円還元のエントリーが完了となります。一応、エントリー完了したら ですね、あの確認メールが届いてますんでそちらもぜひチェックしてみてくださいでここまで伝えたのはいいんですけども僕はですね福岡県の福岡市というところに住んでるんですがこれ伊東洋華堂がですね使える場所なんですけどもなんとですね残念ながら九州中国四国地方にはないんですよねまあここまでしっかりと解説したのはいいものの対象の地域に住んでないので九州中国四国地方の方はですねこのキャンペーン参加することはできないんですけどもそれ以外の方に関してはね参加することができますんで サクッととでお買いいいいい物してみてみもいいのかなという,ふうに思います。続きまして、こちら2つ目のキャンペーンです。Google Pay デビューキャンペーン。セゾン u c カードを登録して、Google Pay を利用すると10%キャッシュバックキャンペーンというのが開催されました。で、こちらのキャンペーンなんですけども、まあ、以前ね、僕の動画でも紹介をさせていただいた、あの、セゾンパールアメックスですかね。そちらを発行された方も参加することができますんで、まあ、参考にしていただければと思います。で、このキャンペーンの流れなんですけども、 まず最初、ステップ1、お持ちのセゾン UC カードをまず GooglePay に登録すると。で、ステップ2、クイックペイのマークがあるお店で GooglePay でお支払いをすると。なので、お会計の時にですね、支払いする際に、クイックペイでお願いします。 伝えるだけで大丈夫ですのでそれで決済が完了とまあ、ステップ3にメインカードを切り替えると複数カードも利用できますということですのでまあ、複数枚ねセゾンカード持ってる方はこういった方法もできるということですねで残りの細かいところなんですけどもまあ、今回まあ対象のカードということでクレディセゾン発行のセゾン UC カードということでですけども法人カードコーポレートカードは除外となりますとあと家族カードのご利用分は本カードのご利用合計金額に含まれますということですねなのでご自 自身のカードがこれに対応しているかっていうのを確認してください。で、キャンペーンの期間は1月の12日から既に始まっておりまして、2021年の2月の28日日曜日までの、まあ、結構ね、余裕ある期間かなと思います。 で、このキャンペーンの特典なんですけども、Google Pay、クイック a y のご利用合計の10%キャッシュバック上限500円ということですね。なので、まあ、5000円分が使ったら10、10%の500円分が戻ってくるということですね。で、キャッシュバックされる時期なんですけども、これは結構先の方になります。2021年の5月の6日木曜日ということになってまして、まあ、結構明確な日付で、むしろわかりやすいなと思うんですが、まあ、そのキャッシュバックのされ方としたら、まあ、米印にも出てる通り、ご利用明細書でキャッシュ バック金額がマイナス表示されるということですのでそれでキャッシュバックがされるとまあ、いわゆる相殺されるという感じですかねなのでまあ5月6日をね事前にもチェックしておいていただいてカレンダーとかにまあ、この日にキャッシュバックされるかどうかっていうのを明細で確認をしていただければと思いますで注意事項もしっかりとありましてこのキャンペーン自体はですねエントリーは特に不要ですのでこの期間中にクイックペイ決済をすれば OK ということになります で、キャッシュバックに関しての注意事項として、2021年の3月31日水曜日時点でカードを解約されている方に関しては、キャッシュバックの対象とならないので、まあ、とりあえずね、この解約されることを検討されている方はですね、ちょっと気をつけないといけないですね。そして、キャッシュバックがその振り込みになる場合に関しては、3月の31日水曜日までに引き落とし口座の設定がされてない方はですね、キャッシュバックの対象とならないので、ここも気をつけた方がいいと思います。まあ、そんなこんなで今回は、伊東洋稼働限定企画三井住友カードの ビザタチ決済で500円が戻ってくるキャンペーンそして Google Pay デビューキャンペーンということでセゾンカードを Google Pay のキャンペーンについて簡単ではありましたけどもお伝えさせていただきましたまあ残念ながらね僕自身はキャンペーンを紹介したのはいいもののこの2つどちらも <laughs> 参加することができないっていうねまあ伊東洋稼働自体は福岡にないというのとかつ僕の端末は iPhone を使っているので Google Pay はちょっと使うことはできないんですがまあぜひですねこれに該当される方いらっしゃいましたら 結構この500円還元でもね、嬉しいっちゃ嬉しいので、まあ、サクッとお買い物して参加してみるのもいいのかなというふうに思っております。まあ、今回お伝えしたこのキャンペーン2つに関しては下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、これちょっと最近知ったんですけども、あの、スターバックスあると思うんですが、今左上に出てる写真見ていただいたらわかる通り、最近ですね、スターバックスコーヒーでなんと、 交通系電子マネーに対応したんですよね。まあ、ほとんどの店舗がおそらく対応してるのかなと思うんですけども、意外でしたね。なんか本当今までクレジットカードが使えて、僕が住んでる福岡市の一部の店舗では l i n e ペが使えてたりとかしたんですけども、まあ、やっとこの交通系電子マネーに対応したということでございました。まあ、普段からね、交通系電子マネー利用されてる方であれば、結構嬉しいのかなと思いまして、まあ、実際にどんなものが対応したのかっていうことなんですけども、今出てる通りでございます。 来たか、イカパスも遠いか、真中、一個か、スゴか、二もか、早か県ということで。けど場所によってはその一部対象外の店舗もあったりします。で、あとピタパに関してはご利用いただけませんので、ここは気をつけてください。で、今回ですね、この交通系電子マネーのキャンペーンというのがしっかりとありまして、ワンモアコーヒーがもともとですね、 150円だったんですけども、これが100円が期間限定で開催されるということになっております。で、下にも詳細が出ておりまして、上記の交通系電子マネーでドリップコーヒー、カッコ、カフェミストを含むを購入したりシートを当日営業終了時までご持参いただくと、今なら2杯目のドリップコーヒーを100円税抜き、またはカフェミスト150円税抜きでお楽しみいただけますということでした。まあ、結構ね、僕もスタバで作業することはちょくちょくあったりするんですけども、少しね、作業時間が長かったりすると、 このワンモーコーコヒー結構助かったりりすするのののでででよく利用させてていいただいておりますな,のなのでこの期間中はね、まあ、サクッとスイカで決済しようかなといいう,うにも思いますけど確か僕の記憶が定かかどうかあれなんですけど確かワンモーコーヒーって前ってっ確か100円とかだった気がするんですけども、僕の勘違いですかね。なんか前の金額に戻ったっていう印象だったんですけども、もし僕の勘違いだったらすいません。一応こちらのキャンペーンのリンクも概要欄に貼っておきますんで、スタバ利用される方はですね、こちらも見ていただければと思います。ということで、ありがとうございました。